そうだ、楽しもう。失敗したっていい、怠けたっていい、諦めたっていい、生きていればそれでいい。後悔しない人生とは、挑戦し続けた人生だ。成功することを目指すより、後悔しないことを目指す。悔やんでも時間は戻せないから、後悔しない方を選ぶ。諦めたって違う悩みが出てくるだけだ。何度も何度も失敗した、打ちのめされた。それが成功した理由さ。壁は自分自身だ。死ぬ覚悟ができていれば、人は自由に生きられる。頑張るということは、もうダメだと思った時が始まりだ。ギリギリの状態に何度も追い込まれないと、直感力は働かない。限界ギリギリで一日を終えてベッドに入る幸せ感は他にない。諦めないやつに誰も勝てっこない。成功するには、成功するまで決して諦めないこと。自分が自分を見捨てたら、誰が自分を助けるんだ。
何かをやろうとしているやつは何もやらないやつよりすごい。諦めない。ただそれだけ。覚悟のない人に幸せはやってこない。幸せの人には覚悟がある。最後まで諦めなかった人間が成功しているのである。挫折は過程。最後に成功すれば挫折は過程になる。だから成功するまで諦めないだけ。諦めることは簡単ですが、諦めて得られるものは後悔だけです。リスクへの覚悟が必要。夢を求め続ける勇気さえあれば、すべての夢は必ず実現できる。その夢をなくして生きてゆけるか考えなさい。私は生きがいとは、自分を徹底的に大事にするところから始まると信じている。常に自分らしく自分を表現し、自分自身を信じること。現実の自分より理想の自分を愛しなさい。人は何か一つくらい誇れるものを持っている。何でもいいからそれを早く見つけなさい。自尊心はとても大切。あなたは自分を好きになる必要がある。
自分なんて好きになったり嫌いになったりするものだから、一時の感情に振り回されないこと。自分自身を信じてみるだけでいい。きっと生きる道が見えてくる。自分を好きになった方がいい。長く付き合っていくんだから。過去ばかり振り向いてもダメ。未来を見据えて明るく行こう。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。